4分に対して3分ちょっともう過ぎています。まあ、できれば一回開かせたいですけどね。はい、お家永前に行く、家永だ、家永入れた、最後飛び込んだ地面、オンゴールになりますかね。家永の抜け出しから川崎フロンターレ、アディショナルタイムに勝ち越しゴールが生まれました。2対1、まあ、大外の李選手をうまく使ったところで内側取って、でも前向いて自分で剥がしちゃいましたからね。ですね、この打開力は大きいなと。はい、ボールの受ける場所もすごくあの、ね、相手のやっぱりディフェンダーとディフェンダーの間で受けて、で前向いたところから一気に置き去りにしましたから、